伊藤雅史＆原監督ドン引き15点。伊藤雅引いててくさ。伊藤雅史の顔全然嬉しそうじゃない。伊藤のもうええわって顔受けるわ。無慈悲すぎてくさくさ。伝統の一戦でこの点差は史上初やろな。原の顔トヨキンソウ熱い下いけり。猛打賞何人出すつもりや。バッティング練習状態。原の顔怖え。まだあと1回攻撃あるのに15点枠さ。もういじめやん。伊藤側弱われって顔してるわ。伊藤何思ってるんやろ。この点なんとか次の試合まで貯めとけへんか。伊藤正もう今シーズン援護もらえないんじゃないか。伊藤は弱らんかなって思ってそう。面白くなってきたね。もはや伊藤が喜んでないのシュールやな。巨人の暗黒突入を象徴するような試合やな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。